ロイヤルホールディングス株式会社は、ロイヤルホスト、シズラー等を展開する外食チェーン店の純粋持ち株会社である。1950年に江頭京一が福岡県で創業し、航空機の機内食や給食事業などを展開した。後にファミリーレストランにも進出するなど様々な事業を展開している。2005年7月1日に持ち株会社に移行 ロイヤル株式会社からロイヤルホールディングス株式会社に社名変更。同時に会社分割により事業会社としてロイヤル株式会社などを設立。当初高速道路店舗事業は出店契約の関係上ロイヤルホールディングスに残されたため、純粋持ち株会社ではなかったが、2011年1月1日にロイヤル空港レストランに移管されたため、これをもって 純粋持ち株会社となった。2014年末、現在2005年7月の持ち株会社化に伴い、複数の事業会社が設立された。なお、グループ会社の経理、人事業務は、ロイヤルマネジメントとして分社化している。ここにはグループ会社を列記する。業態については各グループ会社の記事を参照されたい。ロイヤルホスト北海道から、沖縄県まで全国226店舗を展開。 ロイヤルの他に北海道、近畿、九州に地域市会社があり、2007年に東北、関東、中部、山口県を除く中国地区も地域市会社化された。事業会社は北海道、東北、関東がロイヤル東日本、中部、関西、岡山県がロイヤル関西、広島県、山口県、九州がロイヤル西日本。 ロイヤルには外食インフラ機能のみが残った。2010年までは、ロイヤル東日本株式会社、ロイヤル関西株式会社、ロイヤル西日本株式会社の3社体制であったが、2011年1月にロイヤル東日本が他の地域会社2社を九州合併し、ロイヤルホスト株式会社として1社に統合された。天コーポレーション1989年の 会社設立当初より、マルベニの主要グループ企業であったが、2005年7月、ロイヤルグループ入り、2005年7月、マルベニから、持ち分の一部上等を受け出資比率3割の筆頭株主に、2006年6月 TOB 実施により、出資比率を46%に引き上げ子会社化、ギャザリングテーブルパントリーで培った成果を手にあえ、拡張展開した店舗。 訪日外国人客が9割を占める浅草雷なり門店を完全キャッシュレスのセルフタイプ型にした R&K フードサービスキリンビールとの共同出資で1989年に発足2010年1月にロイヤルカジュアルダイニングを吸収合併チャウダーズ都内を中心にスープ店を展開2018年4月6日に運営会社の全株式を譲り受け子会社化 ハブ英国風パブのハブ82あるハウスを運営。2010年2月、テーブルマーク及びフードインクルーブの両社から株式譲渡を受け、出資比率33%の筆頭株主となった元大英系ロイヤル空港高速フードサービスロイヤルコントラクトサービス。企業、病院、大学などで展開。事業会社は住友商事との共同出資である。 2008年に解消。福岡空港は、福岡インフライトケータリング、関西国際空港は、関西インフライトケータリング、成田国際空港と羽田空港は、日本航空との共同出資による、持ち分法適用会社、ジャルロイヤルケータリングが担当していた。関西インフライトケータリングは、全日本空輸景機内職会社の事業譲渡を受けた、関係上、 ジャルグループとは取引がなかったが、日本航空の経営破綻後、かつてのグループ会社だった AS ケータリングとの取引を打ち切ったため、ジャルグループとの取引ができた。2008年7月1日には同じく ANA 系だった福岡ケータリングサービスの全株式を取得、ロイヤル株式会社の機内食事業を移管して2009年に福岡インフライトケータリングに改組、再編している。 2016年には、関西インフライトケータリングが、福岡インフライトケータリングを、九州合併し、ロイヤルインフライトケータリングになった。ロイヤルインフライトケータリングジャルロイヤルケータリング、RNT ホテルズビジネスホテルチェーン、リッチモンドホテルズを展開、福岡辞書との共同出資で設立された会社。当初は、大和ハウス主導の大和ロイヤルに出資し、 ロイネットホテルの名称で展開していたが、2004年に大和ロイヤルを大和ハウス100%出資に切り替えたため、ロイヤル主導の別会社を新たに設立した。ホテルの名称は、RNT ホテルズ運営が、ロイネットホテル、大和ロイヤル運営が、大和ロイネットホテルとなったが、会員カードの共通利用などの提携は続けられていた。しかし2007年10月、 ロイネットホテルの名称をリッチモンドホテルズに変更することになり、これを機に提携は終了した。ロイヤルロイヤルマネジメントギャザリングテーブルパントリー、次世代ビジネスモデルのための実験店舗、完全キャッシュレスで現金は利用できず、楽天エディ、交通系電子マネー7国イスククレジットカードでの支払いとなる、曝露帳に店舗がある、セントレスタ三越店内の一部のレストラン事業を、 分割した子会社に資本参加し社名変更74.8%を出資する R&I ダイニング伊勢丹店内のレストラン喫茶店ベーカリー社員食堂部門に資本参加2007年1月1日社名変更2010年1月1日付で同じ三越伊勢丹グループのセントレスタと合併した青森県岩手県秋田県山形県 栃木県、岐阜県、三重県、北陸三県、鳥取県、島根県、四国地方全県、このうち岩手県、栃木県、岐阜県、香川県は以前出店していたが撤退している。佐賀県には、川登りサービスエリア内にのみ出店している。AB ユー証券報告書第52キロイヤル株式、会社第52キ有ー証券報告書私の、履歴書。 江頭し一私の履歴書。1999年、日本経済新聞社、ロイヤルホールディングス株式会社、第61期有価証券報告書4ページ。これまでは、日清オイリオグループとマルベニーが共同で、資本参加、人事介入していた。株式会社チャウダーズが、ロイヤルグループ入りしました。ロイヤルホールディングス2018年4月6日、大阪ガスグループで、 現在の大阪ガスリキッド。ただし、略称、金霊は、日本紙メーカーの月経館によって、チルド食品メーカーとして、新規設立された金霊社に継承され、現在は独立系投資会社、キャスキャピタルによる、蘇生ファンドに売却された、天丼店や、新タイプのチャレンジ店舗、大江戸店屋を浅草に、オープンマイナスロイヤルホールディングス2018年10月1日。 当社のグループ内組織再編に関するお知らせ。2010年1月3日閲覧。次世代の店舗運営に向けた新たな取り組み。ギャザリングテーブルパントリー誕生。ロイヤルホールディングス2017年11月1日3月5日に女性向けの新業態カフェロイヤルパークを福岡にオープン。カフェロイヤルパークは4月4日。 http://bizboard.nikkeibp.co.jp/.kijiken/.sammarine/.20091109/.nv0302h1542146html ありがとうございます。